マンタは、アメリカ海軍の潜水艦、バラオ級潜水艦の一隻艦名は、オニートマケエーにちなんで命名された。オニートマケエーマンタは1943年1月15日に、ペンシルベニア州フィラデルフィアのクランプ造船所で、寄港した。1943年11月7日に、マイケル・ジェイ・ブラッドリー夫人によって、命名、浸水し、 1944年12月18日に、艦長エドワード P メドレー少佐の指揮下収益する。成長後マンタは1945年3月27日に、コネチカット州ニューロンドンを出港し、パナマ運河を経由して、ハワイに向かった。5月28日、マンタは、最初の紹介で、デイス・アポゴン及び、カベゾンとウルフバックを構成し、チシマレット方面に向かった。 しかし、この紹介では、ソ連戦と敵味方不明の潜水艦しか見なかった。7月16日、マンタは46日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。8月8日、マンタは2回目の紹介で出撃したが、8月15日の終戦で紹介は取りやめとなった。8月17日、マンタはグアムアプラ港に帰島した。終戦後、 マンタは9月10日に、真珠湾に到着。12月まで訓練に従事した後、1946年1月2日に、サンフランシスコに向けて出港し、不活性化オーバーホールに入る。その後、マンタは1946年6月10日に、退役し、太平洋予備役艦隊で保管される。3年後の1949年8月2日に、マンタは艦長、 d h エドワーズ・ジュニア中佐の指揮会 SS-299 として最終駅した。9月1日に g e e s 2 9 9に艦視変更され、フロリダ州キーウェストへ向かうよう命じられる。キーウェストに開港後、マンタは4年にわたって大西洋艦隊作戦開発部隊で対潜水艦船の実験において標的艦としての任務に従事した。 任務終了後の1955年7月5日に、マンタは、キーウェストを出港し、不活性化準備のため、ニューハンプシャー州ポーツマスに向かう。不活性化後ポーツマスから、ニューロンドンに栄光されたマンタは、1955年12月6日に、退役し、予備役艦隊入りする。1960年4月に、 海軍第三管区の予備役訓練艦に指定されたマンタは再び訓練任務につき、任務完了後の1967年6月30日に除籍され、1969年7月16日にノンホーク沖で標的艦として航空機の攻撃により海没処分された。ありがとうございます。